笠松進は日本の俳優、愛知県出身。高校2年生の時に地元である名古屋でスカウトされたことがある。高校卒業後18歳で上京。20歳頃まで飲食店でアルバイトをしながら映画のエキストラに応募する日々を続けた。撮影現場で俳優がよく話しかけてくれ、その俳優らが出演する様々な作品を見るうちに映画に興味を持つようになった。 小さな舞台のオーディションをきっかけに俳優としての活動を開始した。当時は岩井俊二、クエンティン・タランティーノの監督作品や山田孝之など自分より10歳ほど年上の俳優の出演作品をよく見ていた。2017年、トリプル a を退社してドン・ユー・クラブに所属。2019年、連続ドラマ、映画出演数18本で20代男優1位に、 輝く2020年1月、花と雨で長編映画初主演。2020年秋、ホリプロニー跡自身の性格についてハイテンションだったり、イライラが続いたりと、感情の波が激しいタイプと語る。ザウの名は、人生はザウの名を探す旅だ。好きな女性のタイプは、地味な子、コンプレックスを持つ人。俳優業の面白さについて、 作品を面白くしようとするなら、カメラが回っている間は何をしても怒られないところと答えている。憧れの俳優として一人を挙げることは難しいとしながらも、映画、Day and Night で共演した田中哲司の名前を挙げている。在日ファンクのミュージックビデオ、あるいはには、リーダー、浜野健太の希望でオファーがあり、出演した。ありがとうございます。